どうもこんにちは、神折メイトです。ということでね、本日はね、セリーグのベストナインについて喋っていこうと思います。ということでね、ベストナインの選考基準もクソも減ったくらいも書いてなかったので、あのまあ、記者投票っていうことだけを知ってるので、自分は。それでいきますけれども、一応、NPB さんのサイトを見ながら喋っていきたいと思います。ということでね、 いきましょうってことでまあえっ、ー、とセ・リーグは、まあ、とりあえず先発から行っていくんですけど先発っていうかピッチャーから行っていくんですけど菅野投手まあまあまあ納得ですよね多分プロ野球ファンだったら多分納得なのかなと思ったりはするんですけど対抗馬としては大野選手が入ってくるのかなっていう感じだったのでもともと。 さあまあ、頭一つ抜けてたような今年の菅野投手はという印象ですね。で、次、キャッチャー。大城選手ですね。うん。まあ、打撃で考えたら大城選手、まあ、セリーグの打撃がいいキャッチャーっていう意味で言ったら、代表格は相沢選手なんですが、相沢選手が今年、やたら不調だったので、 まあ正直、大城選手がベーストナインを取るのかなっていうのは納得なんですけども、まあ絶好調男、大下選手とか、梅ちゃんとかが、とってもおかしくはないのかなとは思ってましたね。ただまあ、大城選手は納得ですかね。で、次、一塁手村上選手。まあね、今年から一塁目、本格的にメインで動いちゃった。 動いてたからまあ納得なんですけどもあのうんまあセランかったねこれダン <laughs> トツもダントツだなマジかビシエド選手とかあの辺が入ってきてくれたら面白かったかなとちょっと思ったりもうちょいセってくれたら面白かったのかなとちょっと思ったりしますけどもプロ野球ファンとしてね っていう感じですね。次、二塁手。菊池良介選手ですね。うん、GG 賞と二冠ですな、今年は。まあ、正直、最近山田哲人選手がやたら取ってたので、まあ、そろそろ菊池選手に取っていただかないとね、とはちょっと思っていたので、めちゃめちゃ嬉しいですけども、やっぱりね、 守備のイメージなんだよ <laughs>。っていうのがあったりするのでね。で、2位が一応、吉川尚樹選手。で、3位が外選手。外が取ったら面白かったのかなぁとか思ったりはします。うん。なんか、外ってライトのイメージがあるんだよな、個人的には。三塁手、岡本和真選手。ああ 岡本かうん納得ではあるけど大山選手が抜け大山堂林あたりが来るかなと思っていたところですねうーん個人的には今年の堂林選手は良かったので取ってほしかったなっていうのが正直な部分はあるんですけどまあ岡本選手もすごく良かったからなんとまあ納得ではあるけどうんって感じだな 見てて次ショート坂本選手うん、うん、言うことがない正直まあね去年といい今年といいまあでしょうねっていう感じですねで外野手が佐野選手丸選手鈴木誠也選手丸さんに関してまあ調子上げたとは言えしいわうーん前半考えたら梶谷選手とか青木宣親選手大島選手あたりが だっっったたら面白かかんなないかなっていてうのはありますねあとあのー、絶対さこれで出たあのー、大山た松原オースティンに関してネタ表だろ誰や入れたのは面白いけどね、まあただうんやっぱりね納得だでも全体的に見たけど別に納得できるよねっていうメンツなので割とうん が絶対に文句出るもんね毎年 <laughs> って思ったりするのでまあまあですよねっていう感じですね今年も変わらずって感じでしたということでよければねチャンネル登録高評価インスタツイッターのフォローをお願いしますそして次回の動画でお会いしましょうバイバイ